1回戦 A グループは8フレを終え、現在ダブルの森がトップ。それを山田キムが追う展開で第9フレーム。大事なところで第9フレームいった。今度は外ミスしたんですけども、薄めストライクになりましたね。大ラッキーです。すごいピンアクション。山田にしてみたらあれでストライクになっちゃうのと。うわ、珍しいピンアクションでストライクつなげた滝。そしてキムスリー、これも穏やかに投げましたね。ちょっと手の方が早いですね。そうですか、はい、はあ、残念ながらちょっと万事休すですね。追いつくことがちょっとできないです。そうですね、一騎打ち森と山田で、はい、山田の方が今一歩後退、12ピン差は追いかけてますから、はい、そうですね、絶対に欲しいストライク、はい、ここはもうストライクでなければいけません。あー、届こった。うわー、苦しい。いやー、これで厳しくなりました。さあ、キムスリギは気持ちよく投げられました。はい、山田としてはまずこのスペアをしっかり取って、はい、森のミスマッチと自分の3つの連続ストライクで間に合うかどうかというところへかけるしかないですね、はい、さあこれをまずは取って、はい、ただこれで森がですね、次に来るともう確定ですね、ストライクが来ればですね。逆にセブンテンのスプリットですとかビッグフォーのスプリットですとか出ますと、まだ山田にチャンスが回ってきます。さあ、後半見事なターキーを持ってきた。ここでデンフレは来た来た、見事勝ちを決めました。この前半のオープンフレームがあった後の、いやー、7、8、9、そしてデンフレ1投目持ってきました。久しぶりの登場のキムスリギは、今日は苦しい戦いでした。あー、これは持ってきます。そして森のデンフレ2投目。どうですか、今の状態ですと伸びていく、そしてピン近くで曲がる難しさというのはやっぱり A グループというのは難しく感じてるんですか。それと体の動きがやはりこの3選手とももう一つキレがなかったところが、なるほど、はい、辛いスコアになってしまいましたね。そうですか、あれ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 、まあ試合前には10分間の練習ボールがあるわけですが、もう一つはやっぱり気持ちの整理、いよいよということもあったんでしょうね、はいはい、おっ、いけないですね、こういうのは。あら、これを外して225ピンで終わりました。これを、はい、結局これで175ピンです。ですね、そうですね、本当です。これでいきますと200全部取って5ピン、ワイルドカードで1ピンでも多く2投目、これで10ピン違います。195点止まりになります。これは厳しい点台、はい、勝てばまずいいんですが、事前の策、とりあえず2位で残る、それからワイルドカードの権利ということなんですが、まあ次回第4戦は出られることになりましたが、ワイルドカードはどうか、厳しくなりました。森さなえ準決勝進出です。ありがとうございました。森が P リーグ記録に並ぶ7大会連続の準決勝進出。スコア195の山田がワイルドカード候補となった。この結果、ポイントを8に伸ばした森が5位へ浮上。キムはポイントを獲得できず、次回出場停止となった。スペアを
一回ミスってからその後すごく焦ってしまいまして、二次ミスしないように練習してまいりたいと思います。なんか悔しいけどどうしたらいいんでしょうか。もう1ゲームってね、あっという間すぎて考えてる間に終わっちゃうんですよね。もっと投げたい。いやー、今回本当に1位で通過できたの嬉しいですし、ここからポイントも意識しながら来たいので、このままというか準決勝はイージーミスしないように、はい、挑みたいなと思います。準決勝突破できるように全力で投げます。頑張ります。